リムパック2022で存立危機を想定した訓練が行われたとの情報をキャッチしました。今回はこの海上自衛隊とアメリカ軍とのリムパック22での存立危機を想定した軍事演習を詳しく見ていきますね。日本の防衛費も 3% 論も出てきています。急いで。2022年8月10日、日本の岸政権は、閣僚19名中14名を入れ替える内閣改造を実施し、第二次内閣へと移行。先月7月に行われた参議院議員選挙等の結果も鑑み、新たな顔ぶれで国内外に山積している問題に対峙することとなった。岸田総理は、新たな内閣の目的に、1防衛力強化、2経済安全保障、3経済の再生、4新型コロナウイルス対応、5少子化への対策を挙げ、筆頭の1防衛力強化の担当には、前岸防衛省に変えて、2度目となる浜田防衛省を据えた。そのため、前岸田防衛省のその役職における記者会見での重要発言は、8日の閣議後に行われたものが最終となったと言えそうで、そこで、前岸防衛省は、参加していた今年の環太平洋合同演習、通称リムパックについて述べていた。環太平洋合同演習、通称リムパックは、アメリカ海軍が主催している世界最大規模の多国籍の軍が参加する軍事演習であり、近年は、オーヌネ各年で開催されており、今年2022年は、6月29日から、8月4日のスケジュールで実施された。実は、このリムパック、前回は、2020年に当たったため、新型コロナウイルスの世界的な蔓延によって中止されており、今年2022年は、実に4年ぶりの開催となったものだが、少し、その単語を聞く機会にも間が空いていた感がある。日本からは、今年のリムパックには、海上自衛隊の出雲、片護衛艦1番艦の出雲、高波型護衛艦の1番艦の高波、B1 哨戒機1機、陸上自衛隊の西部方面隊が派遣されており、陸海の部隊が顔を揃えた。今年のリムパックは、環太平洋合同演習という名称通りに、アメリカ、日本を含めて太平洋周辺国をはじめとし、全26カ国から水上艦艇38隻、潜水艦4隻、航空機約170機で、総数2万5000名規模となり、その規模の大きさは、やはり、類を見ない。具体的には、今年のリムパックには、アジアからは日本をはじめ、韓国、インド、フィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア、スリランカ、タイ、ブルネイの10カ国が3カ国としてその名を連ねていた。これに加え、オセアニアからはオーストラリア、ニュージーランド、トンガの3カ国、そして南北アメリカ大陸からはアメリカ、カナダ、メキシコ、コロンビア、エクアドル、チリ、ペルーの7カ国が参加をしていた。さらにヨーロッパからはイギリス、ドイツ、フランス、デンマーク、オランダの5カ国、中東からイスラエルも参加をしており、これらの合計で総数が26カ国となるが、中心はやはり太平洋を取り巻く国々だと言えるだろう。ちなみに、リムパックにおいてアメリカが民主党のオバマ政権下にあった2014年、2016年の2回の開催時には、今から思えば想像もつかないが、中国との融和策の一環から、同国をも招待した過去があり、その路線は、トランプ政権で中止された。さらに、2012年には、その1回のみとはいえ、なんと、ロシア海軍も、リムパックに参加したことがあり、1991年の旧ソ連の崩壊による、後継国家の同国でさえ、一時的には、
新しい国際秩序の構築に向けて、その門戸が開かれていたことは、興味深い。しかし、その2年後の2014年には、今のロシア・ウクライナ戦争に続く要因となった、クリミア半島の併合をロシアは強行することになり、こうした国々との融和的な政策がことごとくうまくは進行しないことをかえって印象をつけた。こうした本来の仮想敵国とさえも融和を目指したといえば聞こえはいいが、本来目的を一にする多国間の軍事演習であるリムパックに中国等を招き入れたことは、軍事機密維持の観点からも本来の趣旨を損なわせ異常をきたしたといえる。日本の前岸防衛省は、8月8日に行われた記者会見において、日本から参加した自衛隊の部隊が、初めて、存立危機事態を念頭に置いた、軍事演習に従事したと明かしたが、その詳細については、部隊運用そのものに関わるとして、発言を控えた。存立危機事態とは、現在から7年前となる2015年に、安全保障関連法に定められた定義であり、日本と深いつながりのある国、つまりは、アメリカが攻撃を受け、日本にも、深刻な影響が及ぶと、判断された場合に適用される概念だと言える。そうした下級の事態が発生し、軍事的な行動以外を選択できない場合においてのみ、必要となる最低限の集団的自衛権の発動を認めるものが、存立危機事態だが、戦後長らく続いた日本の防衛体制の大きな縛りを緩和するものだと言えよう。ただし、日本国内外での政治的な影響を考慮し、今回のリムパックにおける軍事演習の内容が自衛隊にとっての集団的自衛権を前提としたものだったか否かについては、日本政府側は明言を避けており、玉虫色の感も拭えない。ただ、前述のように、ロシアや中国といった、今、まさに、大多数の西側諸国にとっての最大の仮想敵国である、両国を参加させたこともあるリムパックだが、近年では、すっかり、本来の趣旨に回帰し、ことに、中国の海洋進出を警戒する内容となっている。本来、リムパックは、1971年に、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国で開始された当初は、旧ソ連海軍の艦艇の太平洋への進出を阻むものとして実施された経緯が大きく、その意味では、冷戦構造が根底にあった。ことに、核兵器の運用手段が、戦略型の潜水艦による SLBM が中心となると、その太平洋進出を抑止することが、アメリカをはじめとする、環太平洋の西側諸国の喫緊の課題となり、その任の一翼を担う海上自衛隊も、1980年から参加するようになる。これが、旧ソ連の崩壊後は、そうした危機感が薄れ、リムパック自体も、存在意義が問われるものともなったが、経済発展とともに、軍事力を強化して、特に、2000年以降に、海洋進出を強めてきた中国に対する警戒感が、その継続を後押しした。結果、今の南シナ海への中国の進出等を見るにつけ、日本にとってもリムパックがあることは、大きな意義を持つように、再度変わったと思えるのだが、対象とされている中国側は、こうした状況をいかに見ているのかも気になる。中国のメディアであるジンジンミン、もう日本語版の2022年7月14の記事では、今年のリムパックの開催に際して、アメリカが自国の都合のいいように、自らの同盟国や NATO 諸国を先導し、かつての冷戦時代の旧ソ連と同様に中国を敵視していると評している。アメリカのこうしたやり方は、自由や民主主義といった
政治的なイデオロギーで、レッテル貼りをして、中国を敵視するものであり、自国のインド太平洋に対する覇権の維持を企図しており、各国は、これを警戒すべきだと説く。その上で、NATO こそは、旧態依然とした冷戦構造の対立を助長する、西側諸国の徒党であり、この東への拡大が、今のロシア・ウクライナ戦争を引き起こした、最大の原因であると述べて、ロシアのプロパガンダそのものの主張を展開している。人民、もう、日本語版の記事は、こうした言説を繰り返した末に、太平洋地域が今置かれているのは平和的な発展だと結論付けて、アメリカや NATO の在り方こそが、これを阻む覇権主義の塊で、中国はこれに立ち向かうと叫んでいる。つい先日まで、日本の排他的経済水域に弾道ミサイルを落下させた国が、何を根拠に、こうした平和を語るのかは、日本からしてみれば、甚だ理解に苦しむとしか言いようがないが、こうした隣国を、日本は、地政学的に抱えている現実を忘れてはならない。